どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、もし刑務所がなかったら、世の中はどんな風になると思う？唐突だな。多分、悪いことをした奴らを閉じ込めておけないから、今よりも犯罪がずっと多くなるんじゃないか？そうよね。罪を犯す人っていうのは根本的に心に何かを抱えている人が多いわ。それを解決しない限り、犯罪は繰り返されるんでしょうね。だからそれをケアする必要があって、その期間に罪を繰り返さないように、刑務所に閉じ込めておく必要があるんだよな。そう思うと、刑務所って本当にありがたい存在よね。かなり昔からあるシステムだけど、今も進化を続けているわ。しかし、刑期を終えても、心を入れ替えなかった犯罪者がいるのも事実だ。もしかしたら身近に刑期を終えた凶悪犯が潜んでいる、なんて可能性もあるぜ。ちょっと怖いこと言わないでよ。実際、これまでに起きた有名かつ凶悪な事件を振り返ると、現在は出所を控えていたり、刑期を終えてしまっている人もいるんだ。例えば、どんな事件を起こした人なの？それじゃ今回は、凶悪事件を起こした犯人の現在6選を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。一人目は彦根警察官射殺事件を起こした大西智弘だ。2018年4月11日、彦根市南川瀬町で、交番から 4.5 キロほど離れた田んぼにパトカーが突っ込んでいる、という通報があったことから、事件は始まるんだ。パトカーが田んぼに突っ込むって、信じられない光景ね。警察が捜査したところ、乗っていたのは、交番に勤務している41歳の愛巡査部長だったんだ。彼は頭と背中から血を流した状態で発見されたぜ。その時はまだ生きていて病院に運ばれたが、その日の晩に亡くなってしまったんだ。頭から血を流すほどのダメージを受けてたんだものね。生きているのも奇跡的だったんじゃないかしら？でも、誰にこんな目に遭わされたのか気になるわね。その犯人となったのが大西智弘だ。しかし事件が起こった直後の段階では犯人の特定ができなかったんだぜ。人が倒れてたとはいえ、誰がやったかって証拠は少なそうだものね。何が特定の決め手となったの？事件以降、犯人が姿をくらませ行方不明になったからだ。警察は被害が広がるのを防ぐため、彼の実名や顔写真を公開したんだぜ。犯人と決まったわけじゃないのに顔写真を公開したの？あまり見ないケースね。当時もそのことが話題になったが、大西自身が警官だったのが大きな理由だ。警察は近隣住民の安全を考えて行ったものだと語っているぜ。犯行に使えそうな拳銃などを持っている可能性も踏まえての判断というわけだな。それなら仕方ない気がするわね。そして12日未明、大西は逮捕され、自分が犯人だとあっさり認めたんだ。なお、被害者の死因は脳幹部損傷だったぜ。犯人と被害者、二人はどんな関係だったの？上司と部下の関係だ。大西は犯行の動機について、叱られたから、怒鳴られたから、などと説明しているぜ。どの程度だったかはわからないけど、叱られるくらい上司と部下なら当たり前じゃない。それで、どんな判決が下されたの？懲役22年の判決額だったぜ。判決が出たのは2019年。判決のキーとなったのは警察という職業でありながら、特別に所持することを許された拳銃を暴行に使ったということだ。殺人事件にしては随分少ないわね。それは犯人が19歳だったことが関係しているぜ。若かったからなのね。これから社会人として働く大事な時期だったのに、それを刑務所で過ごすことになるなんて、やっぱり人に危害を加えることはしちゃダメね。彼は現在服役中だ。刑務所内で大きなトラブルは起こしてないみたいだが、少なくとも私たちが生きているうちに出所してしまうだろうな。叱られただけで人を殺すような人なんだから、いつ問題を起こしてもおかしくないわね。刑務所ならもっと厳しく叱られるだろうし、強制されないかしら？もし出所するなら真面目に服役を続けて、心を入れ替えてからにしてほしいな。続いて紹介するのは、川崎忠一優君殺害事件を起こした船橋雄一だ。2015年2月20日、神奈川県川崎市にある多摩川河川敷で、13歳の少年が痛めつけられ、殺害された事件だぜ。まだ幼い子供なのに、ひどいことをする人もいるのね。大人がやったの？それとも同年代の子のいじめかしら？その中間くらいだな。犯人は当時17歳から18歳の少年3人だったんだ。じゃあ法律的にも、社会的にも大人と子供の境界くらいの年頃ね。でも彼らはどうやって知り合ったの？犯人たちは有名な不良少年グループだったんだ。被害者は何かしらのきっかけがあって、彼らとつるむようになったそうだな。不良グループとつるむなんて、犯罪に巻き込まれやすい環境に飛び込むことと同じだけど、まだ幼かったから判断が難しかったんでしょうね。犯人たちは被害者を業務用カッターで何度も切り裂き、冬の川の中で泳ぐよう命令したぜ。
被害者は川から上がった後、体が動かなくなり亡くなってしまったんだ。あまりにも残酷だわ。大人だったら死刑だってあり得るくらいよ。しかし刑はとても軽かったんだ。一人目は懲役9年以上13年以下の不定期刑。二人目は懲役4年以上6年6月以下の不定期刑。三人目は懲役6年以上10年以下の不定期刑だったぜ。そんなに短期間なの？だから長くても2028年、短ければすぐにでも刑務所を出てくる可能性があるぜ。じゃあ今は刑期を終えてる可能性もあるってこと？そんな人たちをまた社会に放ってしまうのが恐ろしいわね。被害者の両親は今も心を痛めているぜ。2019年には取材に応じて、子供を失った悲しみと、犯人たちの罪が軽かったことを嘆いたんだ。そうよね。どうやっても自分たちの子供は助からないのに、犯人がのうのうと生きてるなんて私だったら許せないわ。ネット上でも同じような反応があり、多くの人がこの事件を風化させないようにすべきだと意見しているぜ。3人目は佐世保小6女児同級生殺害事件の辻夏美だ。同級生殺害ってことは、犯人は小学生の女の子だったってこと？ああ、2004年6月1日、佐世保市立大久保小学校で起こった事件だぜ。その日、辻は午前中の授業が終わった後、被害者を学校の学習ルームという部屋に呼び出したんだ。自習室みたいな感じかしら？詳しくはわからないが、勉強に使われる部屋だったんだろうな。被害者が部屋に入ってくると、辻はカーテンを閉めて、被害者を床に座らせ、手で目を隠したんだ。そして背後からカッターナイフで首や左手を切り裂いて、出血させたぜ。小学生とは思えない凶悪さね。ここまでのことをするんだから、相手にかなりの恨みを持ってたのかしら？二人はミニバスケチームに所属し、絵を描くことが好きという共通の趣味もあり、仲は良かったみたいなんだぜ。それなのに、どうしてそんなことを？辻の両親はかなり厳しかったようで、彼女に対して、成績が落ちたという理由でミニバスケを強制退部させたんだ。それからの辻は、問題行動が目立つようになったんだぜ。どんな風になってしまったの？授業中に居眠りをしたり、ストレートパーマをかけて学校に来たりしたんだ。放課後にクラスメイトの男子を追いかけ回し、暴力を振るってもいたぜ。事件の片鱗が見え出したのね。しかし、その時点ではクラスメイトと、不仲になるようなことはなかったぜ。仲間たちと交換日記も楽しんでいたみたいだからな。へえ、意外と小学生らしい趣味があったのね。しかし、その交換日記が犯行の原因となってしまうんだ。交換日記が？どういうこと？辻は文章の終わりにネクストという文字を書き、その後ろに次に日記を書く人の名前を入れるようにしていたんだ。次にマリサが書くとすると、最後にネクストマリサと書くみたいな感じね。それがクラス内で大受けして、他の子たちも真似するようになったぜ。しかし辻はそれをパクリだと決めつけ、激怒したんだ。大人から見ると些細なことだけど、小学生からすれば一大事だったのかしら？そのようだな。これが原因で辻と被害者は喧嘩をするようになり、仲違いしてしまうんだ。そしてある日、被害者は辻のことをからかってしまい、辻は殺意を抱くんだぜ。仲が悪い相手のいじりや冗談は不快になることもあるわね。でも殺意だなんて、行き過ぎな気もするわ。そして辻は、好きだったドラマの殺害シーンを真似して、被害者を殺害してしまったというわけだ。小学生と思えないほど犯行が残酷だったのは、ドラマの真似をしたからなのね。その後、辻は児童自立支援施設に送り込まれたぜ。態度は真面目だったようだが、被害者や遺族に謝罪する姿は見られなかったんだ。ことの重大さを理解していないのかしら？とても心を入れ替えたとは言えないわね。そして2008年に彼女は施設を退所し、一般社会に復帰したんだ。反省したかどうかもわからないまま出所したの？今はどんな風に過ごしているのかしら？それがわからないままなんだ。彼女も、その家族も名字を変えるなどして行方をくらませたからな。せめて、再犯はしないで真面目に生きてほしいわね。4人目は津久井やまゆり園大量殺人事件を起こした植松聡だ。これは有名ね。ニュースで聞いたことがあるわ。植松は自身が勤務していた、知的障害者支援施設津久井やまゆり園で入所者19人を殺害、職員2人を含む26人に重軽傷を負わせたぜ。たった一人でよくこれだけの人を殺せたわね。殺害の理由は、意思疎通の取れない障害者は安楽死するべき、重度重複障害者を養うには莫大なお金と時間が奪われる、という身勝手なものだったんだ。多様性が尊重される今の世の中で、随分と偏った考えを持っていたのね。普通なら即死刑になりそうなものだけど、そうじゃなかったの？いや、死刑が執行されることは決まったんだが、それまでに数多くの議論がなされたんだ。物議を醸す要素があったのね。
ああ、犯人がすぐに自白した点や、心神耗弱者として認められる可能性がある点などは、本来なら減刑につながる要素だからな。障害者は死ぬべき、なんて思想を持つのは明らかに普通じゃないけど、大量殺人となると同情の余地はないように見えるわ。ただ、最終的には死刑判決が下されたわけだ。反省はしていたのかしら？ああ、植松は死刑が決まった翌日、言葉だけでは謝罪しきれない、と言い、右手の小指を噛みちぎったんだ。随分と大胆なことをするわね。でも自傷行為をするだけじゃ何の償いにもならないわ。死刑がいつ執行されるかは現時点で決まっていないぜ。植松は拘置所で過ごしているが、取材で差別的な言葉を繰り返したりと、偏った思想は相変わらずだったようだ。でも、社会に戻ってくることがなさそうなのは救いだわ。思想は自由だと言っても、他人に危害を加えるのはあってはならないことよね。5人目は金属バット両親殺害事件を起こした一流信也だ。1980年11月29日、神奈川県川崎市で起こった事件の犯人だぜ。事件の名前を見ただけで、なんとなくどんな事件か想像がつくわね。一流はもともと、父親から盗んだお金を使って映画を見たり、パチンコ屋に入り浸ったり、何かと問題のある人間だったんだ。しかも彼は浪人2年目の身だったんだが、予備校にはほとんど行かず、遊んでばかりの日々を過ごしていたぜ。まあ、2回も浪人することになったなら精神的に負担も大きいし、自暴自棄になる気持ちもわかるけど、親御さんがお金を出してくれるなら、せめて一生懸命勉強するべきよね。そしてある日、一流は父親のキャッシュカードを無断で使用したんだ。どこまでも腐ってるわね。ここは一つ厳しく叱るべきじゃない？一流の父親もそう思ったようで、彼を応接間に呼び出し、キャッシュカードを盗んだことを問いただし、厳しく叱ったんだ。その後、母親からも予備校をサボっていることを注意されたぜ。親はまともな人でよかったわ。これで少しは反省するといいけど、そうはならなかったのよね。ああ、一流に反省する様子は全くなく、その日の晩は大量のウイスキーを飲んでうさばらししたんだ。そのことも両親にバレ、父親は明日にでも家から出て行けと怒鳴りつけたぜ。遊んでばかりの息子を持つと怒鳴りたくもなるわよね。一流はもっと危機感を持つべきだわ。しかし一流は聞き入れることはなかったぜ。むしろ腹を立てて、両親を殺害してやろうと決心したんだ。怒鳴られたから殺すって随分と短絡的な発想ね。お酒を飲んでいたから冷静に判断できなかったのかしら？そしてその日の未明、金属バットを持って、両親の寝ている部屋に忍び込み、撲殺したんだ。現場となった寝室では父親の頭蓋骨が割られて、血しぶきが天井まで上がっており、母親は脳症をまき散らしていたようだぜ。その様子だとかなりひどい殺し方をしたみたいね。恨みを持って殴ったことが伝わってくるわ。その後、一流は警察にバレるのを恐れ、風呂場で帰り血を洗い流し、寝室を荒らすなどして、あたかも強盗が家に入ってきたように工作したんだ。しかし事件を知った親戚が駆けつけ、一流を問い詰めると、あっさり自白したぜ。親戚の人に感謝ね。一流は逮捕され、懲役13年を言いつけられたんだ。事件が起こったのは1980年よね。ということは一流はとっくに出所しているってこと？そういうことだ。彼は今、インドでボランティア活動をしながら暮らしているぜ。両親に償いたい気持ちも持っているようだ。心を入れ替えた稀なケースね。このまま二度と事件を起こさないでほしいわ。6人目は日本赤軍事件を起こした重信房子だぜ。彼女は日本赤軍の元幹部だったんだ。日本赤軍って？日本赤軍は1970年代に活動していた国際武装組織だ。パレスチナ人民解放軍とも提携して、数々の事件を起こした集団だぜ。随分と大規模な組織みたいね。どんな事件を起こしたの？イスラエルの空港で民間人24人を殺害、100人以上を負傷させた。テルアビブ空港乱射事件、やパリ発東京行きの飛行機をハイジャックした、ドバイ日航機ハイジャック事件、など、凶悪な事件を起こしているぜ。国境を越えてあちこちで騒ぎを起こしていたのね。これはかなり重い罪になりそうだわ。彼らはどうなったの？逮捕された人もいれば、国際指名手配中のメンバーもいるぜ。しかし彼らのほとんどは死亡しているんだ。まあ、こんな事件に首を突っ込むくらいだから、早死にするのも当然よね。逮捕された実行犯たちには無期懲役が課されたぜ。しかし冒頭で紹介した重信房子は懲役20年だったんだ。最高幹部なのに懲役20年。それより下の立場であろう人たちが無期懲役なのに、罪が軽くなった理由は彼女が司令官であったことだ。命令しただけで実行したわけじゃないからな。上の立場の人ほど責任が重くなるイメージがあったけど、こんな理不尽なこともあるのね。そういえば懲役20年というととっくに出所してそうね。今はどうしてるの？
現在も東日本成人矯正医療センターという施設で、服役を続けてるぜ。ちなみに、日本赤軍は2001年に解散したんだ。事件が70年代ということは、彼女もかなりの年齢になってるだろうけど、これから社会に出てくる可能性もあるってことね。しかし寿命も迫っているから、絶対に出所するとは言い切れないな。以上が凶悪犯罪者6人についての概要だ。今回の話はどうだった？聞いたことがあるような有名な事件が多かったけど、今その犯人が出所していたり、間もなく出所を控えていると思うと怖いわね。そうだな。人間はそう簡単に心を入れ替えられる生き物じゃないんだ。凶悪犯罪者となるとなおさらだぜ。でも、真面目に服役したり出所してボランティア活動をしたり、目に見えて変わっている人もいたのが印象的だったわ。そう思うと、むやみに死刑にするよりも、社会に貢献させる機会を与えるというのも、一つの考え方なのかもしれないな。でも、被害者の遺族の中には犯人がのうのうと生きているより、死をもって償ってほしいと考える人もいるはずよ。そういった被害者の考えも聞き入れたいところだが、法律や社会のシステム上難しいところだよな。犯人に一番傷つけられたのは被害者や遺族だもの。彼らの考えがもっと尊重されたらいいのにね。というわけで今回は、凶悪事件を起こした犯人の現在6選について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。